鳥居子月神社は、滋賀県草津市、青地町にある神社。式内社で、旧社格は豪社。神門は、下り富士。祭神は次の二柱。古代に、久留本軍の豪族の小月山君が、祖神として、落ち別名を祀ったのが創始とされる。小月山君は朝廷にうねめを献上していたことから、久留本軍軍事クラスの家柄だったと推測されている。 小月山君は、上岸十五年に京に京を移し、後小家屋騎士として朝廷に仕えた。延長五年成立の演技式新名庁では、大見国来る元軍に小月神社と記載され、関係者の小月大社と共に式内社に列している。社名の読みは、お月のと振られる。社言では、上岸二年に、小一くらい小月大明神の戦時をたまがったとするほか、天徳3年に、 現在の静地付近に潜在し、小月大社の小瀬宮に対し、池宮と称したという。遠鏡を法暦年間の二度、社殿と神宝等を消失。室町時代から戦国時代にかけては、青地市からの数計を受けて、社殿の寄進、修繕がなされたほか、例祭には上中に、三越が土御したという。また社殿では、 草津市外の小塩精神者と深い関係にあるとする。その中で、常時3年の御子造営以来、霊祭には、御子は小月大社、小月大社、小塩精神者を巡ったが、これを廃すにあたり小塩精神者の信を兵士を分かち合って、関係の証にしたと伝える。後に、小月神社のものは消失したが、小塩精神者では、現在も、信仰としているという。 明治9年に近代社格制度において孫社に弟子、明治14年の大造営後、明治16年に豪社に昇格した。現在の社殿は明治14年時の造営のものになる。境内は戦国時代の青地城跡に接する。本殿は三軒社流れ作り日和田武きで、間口三軒、奥行き二軒、明治14年の造営になる。拝殿は入りもや作りで、 マグチ軒、県、奥行き3県。また境内には古墳群があったといい、出土した古墳石材を用いて石垣を造営したという。その他、境内のつぶらじいは、樹高18メートル、推定樹齢100年以上と言われ、草津市の名木に指定されている。年間祭事一覧大祭、中祭りの記載がないものは、小祭り。所在地交通アクセス周辺。 ありがとうございます。